皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。今回はアプローチのステップ5ということで、30ヤード以上のアプローチについて説明をしていきたいと思います。30ヤード以上のアプローチでの今回はですね、アドレスについてレッスンをさせていただきます。この30ヤードの以上のアプローチでも、このアドレスの形というのは非常に重要になってきますので、しっかりと覚えてください。それでは始めていきます。まずスタンスの幅なんですが、大きく開けないようにしてください。また小さすぎてもバランスが取りにくいので、この幅は靴1個分ぐらい開けるようにセットしていきます。つま先の向きは左側が少し左を向いている形、ピンよりもつま先の向きはこのように左に向けるような形で構えていきます。また右足も少しだけ直角よりも少しだけこっちに向けるという形でつま先の向きをセットしていきます。なのでこのスタンスの方向もまっすぐではなくて少しオープンスタンスになっている形を作っていきます。ここも一緒で、腰は少し回っている程度で、肩はピンに対して平行に作っていきます。これはグリーン周りで説明したアプローチと同じ形の形になります。体重のポジションは左に多くかけていくんですが、極端にこのように流すような形でかけていくのは NG です。今回は6対4で構えるようにしてください。少し左に多くかかっているかなっていう程度で結構です。右足に多くかかっているとこのような形になってしまいますので、これは NG です。左に6対4ぐらいで、中心軸は正面ですね、地面に対して垂直に構えるように意識をしてください。このポジションからこのように構えていただいて、ボールのポジションは右足の親指の前よりもセンター寄りに置いていきます。センターから少し右に置くような形、この形が正しい形です。今センターですとこの辺りなんですが、センターよりもボール1個程度内側に入れていきます。ここにセットするようにしてください。ここで手の位置ですが、手の位置は左内ももで構えていきます。このような形です。それでは別アングルから見ていきます。このような形です。はい、このアドレスも非常に重要な部分になっていますので、このアドレスですね、正しく作れるように練習をしてみてください。また膝のこの角度についてですが、大きく膝を前に出しすぎてこのようにしてしまうと、この骨盤の角度が前に座っていってしまいますので、回転をうまく作ることはできません。なのでですね、膝を前に出さずに軽くお尻を後ろに落とすような形でこのようなアドレスを作っていきます。膝を前に出しすぎると右足が邪魔してしまって手元が前に出てシャンクの原因になってしまいますので、この膝の角度注意が必要です。軽く曲げる程度でお尻を真後ろに落とすという形で、意識をしてみてください。続いては腕のポジションなんですが、この腕は軽く曲がっている程度であまり突っ張るような形で構えるのは NG です。右肘は軽く曲がる、左腕は少し伸びている感覚で構えていきます。ただこのように突っ張るような形で構えるのは NG です。左腕の長さでこのボールとの距離感を作っていますので、このように極端に曲がっていると伸びてきた時にダフってしまいます。軽く伸びている程度という形で力を抜いて構えていきます。右手は軽く曲がっている、伸びてきてしまうのは NG です。軽く曲がっている程度でこのように構えてください。はい、以上でこのアドレスについての説明を終わります。このアドレスですね、しっかりと覚えれるようにこのビデオ何回も見て練習をしてみてください。実際に鏡なのでですね、この自分の作ったアドレスを確認してみてください。先ほどお伝えしたポイントをしっかりとできているかどうかチェックをしながら練習をしてみてください。以上でアドレスの説明を終わります。